礼します。お、こんにちは。お疲れ様です。お、新加入の2人、はい、自己紹介お願いします。大阪体育大学から加入しましたミッドフィルダー引田裕斗です。はい。湖南大学から、来ました、ミッドフィルダー木村隆也です。よろしくお願いします。じゃあサポーターの皆さんにさ、こんなところを見てほしい、パチ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 っていうのをちょっと一言ずつお願いします。僕は常にシュート狙ってるので豪快なミドルシュートを見てほしいです。お願いします。はい。高山。僕は、厚苦しくボールを追いかけますんで、それを、サポーターの皆さんに、応援してもらったらより激しくいけるので後押しお願いします。おお、いいね。今年の大卒ルーキーはしっかりしてますね。あ、真面目なんで、はい、真面目。こうやって加湿器も炊いてね、しっかりアロマディフューザーですか。はい、いい匂いがするので、いや気持ちから落ち着かせたいなと。なかなかね、1年目からそのキャンプでそういうの持ってくる人いないよ。ほんますか。うん、いや、落ち着かせたかったんで、自分の空間を意識高いっすね。いいね。ゆうとはそういうの持ってきてんの。いや、何も持ってきてゴルフボールぐらいですかね。ゴルフボール。僕、トリガーポイント持ってきてます。あ、僕もそれぐらいだったもん。おー、なるほどね。加湿器まで持ってきてます。あ、まあただ先輩見てみたらもっともっと持ってきてると思うけど。あ、勉強します。もう俺の部屋とかも大量にいろんなのあるから。おお、勉強させてください。買ってください。え、どう、ファジアーノ入って初めてのプロってなって1年目だけど、まあ慣れないことは多いですけど、しっかりやっていったら成長できるかなってのを感じます。高山は、まあ同じ感じにはなっちゃうんですけど、まあ、やっぱり、まあ、慣れないといけないかなっていうのは、まあ、課題点として挙げられるので、まあ、開幕戦までには、まあ、間に合わせれるようにしっかり、コンディションも、戦術面も上げていきたいなと思います。じゃあさ、入ってこの人すごい、なんていうかな、勉強になるなって思う人いた？ああ、僕は、うん、純喜くんが、おお、やっぱり、おお、まあ結構練習終わり、ジョグ一緒に付き合ってもらうんですけど、うん、アドバイスくれたり、まあ、的確なアドバイスくれるんで、まあやっぱりキーパーから見える目線でこういろいろ教えてくれるんで、すごいそれは僕らのためになってるなってすごい感じます。いや。欲しいの、なんかあったら言ってな。あ、はい。うん、言うと俺以外でいいからね。いや、僕も純喜くんですよ。さっき言ったんですけど、ジョグとかを一緒にしてくれて、プロとして大事なこととかもちゃんと教えてもらったし、まあ、まだまだ勉強不足ですけど、純喜くんからしっかり学んでいきたいかなと思います。いや欲しいの、また連絡してきて。焼肉いや、行こう行こう、ほんと。でもほんとこれから2人の活躍を多分サポーターのみんな待ってるから、はい、頑張りましょう。頑張ります。頑張ります。よいっす、お疲れ様でした。どうした。こんにちは。こんにちは。すいません、ちょっといいですか。ちょっといいですか。どうぞ。はい。何、やだ。なんすか。いやあのサポーターのみんながさ、はい、まあ多分凌介のこと分かんないからさ、はい、自己紹介を。自己紹介、うん、水戸から来ました。あ、もうそういうの分かってるからみんな。なんすか。多分みんなクールだと思ってるからさ。はい、うん、クールじゃないですか。そんなことないじゃん、はい、まあ普通になんか自分のことをちょっと。自分のことですか。うん、なんすか。何でもいいよ、聞いてくれた方が。ああ、自分のことを、性格を一言で言うとどういう性格。性格っすか。うん、性格は人見知りっすね。あ、人見知りなんだ。はい、なんかあの、馴染めば話すっすけど。ああ、なるほどね。なんか水戸の選手が情報的には
実際こう不愛想だけど結構いじられキャラだよみたいな。あ、どっからの情報って知り合いですかみたいな。そう、実はいるんだよね。あ、っていう話してたけど結構いじられてましたね。うん、あの、じゃあプレイスタイルはどんな、自分のプレイスタイルを。プレイスタイルはまあアグレッシブに上下動する感じですかね。あ、サイドバックで。確かにめちゃくちゃ走ってるもんな走ってる風っすいやでも期待してるよ多分みんな、サポーターは。はい、頑張ります。じゃあそのサポーターの人たちに見てもらいたいのはやっぱ上下動のハードワークするとこってこと。そうっすね。ああ、なるほど。じゃあファジアーノ来てここなんかいいなと思ったとこある？一つ驚いたのが、うん、みんなめちゃくちゃ真面目。ああ、真面目で、うん、規律にすごい忠実で、うん、なんかすごいしっかりしてるなと思いました。なるほど、はい、それはね本当ファジアーノならではのとこかなっていうのは俺も入って思ったし、はい、そこをやっぱり受け継いでね、外国人の人も含めてなんで、うん、いや特にパウリーノすごいでしょ。パウリーノもう日本人感覚がね、はい、いや本当それは思うよ。そうっすね、やっぱこの岡山の地でそういうとこ守りながら、はい、ちょっと躍動していってほしいので、はい、頑張ります。頑張りましょう、頑張りましょう。はい、ではいいですか、もうそろそろ。いいですなんか、ありますか、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、失礼しました。ありがとうございました。はい、お、こんにちは。来た。こんにちは。あ、ちょ、逆光だな。二人どうすんの、何すんの。ちょっと俺、キアイ行くんですけど。お、キアイ行くの。カイトに、ジャンプのいや、鬼滅見ます。アニメ教えていきました、はい、なるほどね。はい、ユーマ、あの、今年、はい、久々に練習復帰してるけど、はい、どう？楽しい？いや、楽しいですね。みんなと一緒にサッカーできてるんで、やる気満々です。いいね。はい、頑張ってほしいです。はい。あ、新加入の選手、なんか一言で誰か紹介して。あ、そういうこと？うん、誰か紹介して、新加入の。新加入一言して紹介して。誰だろう？高谷だよ。高谷ならまだ。うん、高谷どう？いいっすよね。いいよ。体に無理聞いてですね。うん。スピードもあるし、うん、ちょっと仲間隼人に似てる感じが、片鱗があるんじゃないかって。さっきも誰かそれ言ってたよ。はい、あ、言ってました。うん、はい、それで誰かと話してるんです。期待できるね。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。だいぶ良くなったっす。新加入の新加入選手、井山さん、僕と同い年の32歳、よろしくお願いします。ユウマのことお願いします。お願いします。千葉ちゃん、今年からよろしくお願いします。大丈夫ですか、うん、はい、こんにちは。どうすか、キャンプは。キャンプ楽しいですよ。お、いいっすね。でもいっぱいマッサージする人多くて大変だと思うんですけど。マッサージするの大変ね片言になってる片言になってるチーフ、今年はいろいろ大変だと思いますけど、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。真面目だな。真面目です。でもこのケアはいらないんじゃないですか。こいつはまだ悪くないです。まだ悪くない。あの、今年から背番号変えたっていう。はい。なんで変えたんですか。いや、まああの空いてたんで。うん。で、前からあの21つけてたんで。うん、ちょっと思い入れのある番号だと。はい、そうです。あ、そうなんだ。でも、誰もいなかったら入ろうかなって感じで入りました。21番です。はい、今年も頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。やっぱコーヒーは一段上のね、これなんて言うんでしょうか。それキリマンジャロ。あ、キリマンジャロ、うん、あ、違う、クワグアテマラ。グアテマラ、グアテマラ。コーヒーは普通のコーヒーじゃダメなんだ。コーヒー飲めるんだね。ブラック。お、大人になったね。無理してブラック。会った時まだ二十歳行ってなかったからね。あの時は多分ミルク10杯ぐらいです。いいキャンプしましょう。ありがとうございます。あ、ケンジ君、いや、今日もイケメンだね。あ、どう、キャンプは。キャンプきついっす。きつい？けど、ご飯が美味しいっす。お宮崎のこのあのご飯美味しい、有名だもんね。最高っす。
ね、今年はどんな1年にしたいですか。今年は J1 上がれるように、うん、さらに頑張りたいです。なるほど。そして今年何年目ですか、ファジアーノ入って。10年目です。すごいね、大台だねあとはチームにどうこの10年間いて、これから今年1年はまた新たな気持ちで頑張ると思うんですけど、どういうふうにファジアーノに貢献していきたいですか。やっぱ10年いるんで、うん、ファジ魂にして頑張りたいです。お願いします、はい、では頑張りましょう。お疲れ様です。寝てました。何、いや、インタビューしようかなと思って。何インタビュー。 YouTube っす。 YouTube？ はい。いや恥ずかしい。暗いあの、今年ファジ何年目ですか。13年目です。金山選手の13番の13年目ですちょっと噛んだちょっとこれ、寝ようとしてたな、これはもう。いや、寝ようとしてたよ、ちょっと最年長でもあり一番長いっていうことで、いろんな思いがあると思いますけど、はい、どんな1年にしたいですか。いや、今年は去年引き続き結構サポーターの皆さんとかにも苦しい思いになっちゃうと思いますが、そこをなんとかみんなで J1 に行って行きたいなと思いますね。そうですよね、はい、やっぱみんなを元気づけたいですもんね。そうね、どうにか俺らが、ね、元気になってもらえるように結果でね、結びたいね。そうですね、はい、そしてコンディションの方はどうですか。それは最高なんだけど、本当今年は怪我今のところなくてよかったです今年はキーパーみんなで本当に怪我なく乗り越えていきましょう。はい、去年はみんな怪我しちゃったんで俺も怪我しちゃったんで怪我なしで、はい、いきます。頑張りましょう。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい初めまして。初めまして。ファジアーノ来てどうですか。楽しいです。いや、楽しそうじゃないやん、全然楽しいですどう、キーパーの4人は。楽しいですちょっと、すごい元気な先輩がいるけど。そうですね。あ、俺もみんな元気です。俺も元気だと思います。お、いいね。ちょっとみんなさ、東郷のこと多分まだ分かってないからさ、どんな、自分どんな性格なのか自分で言うんですか、それ。そう、自分で見たままだと思います。お、とはマイペースな人間だと思っていいね。今年の目標は何ですか。まずは皆さんで J1 に行くことが目標だと思います。思います目標です。目標です。はい、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。おお。では体に気をつけて頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。気をつけましょう。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。Thank you.